ました。第1回目遊ぶ新年度ということで、でで年度です。新年度な新年新年度。新年度じゃ。新年度ということで年度です。はい。こちらの企画は遊ぶということで、はい、そうとりあえず遊んでみようという企画になっております。何でもいいんです。遊べれば。はい、じゃあそういうことで、ね、メンバーの紹介、メンバーですね、あれやりましょうかね。はい、ヒッカルンと言います。よろしくお願いします。ヒッカルン、お次どうぞ。はい、私デプスと申します。デプちゃんと呼んで、デプちゃん、デプちゃん。今回ゲストお二人です。はい、じゃあ私、ゆうじと申します。よろしくお願いします。ゆうじさん、はい、私ケイトくんです。よろしくお願いします。ケイトくんです。ケイトくんまでが名称、これが名称くんまで、ケイトくん、ケイトくん、ケイトくんさんです。はい、じゃあユージさん、ケイトくん、よろしくお願いします。最初はユージさんとどっち行こうかな。お、レプちゃん行こうか。お、うん、行きますか。はい、行きましょう。じゃあまず時を決めましょう。はい、じゃあユージ先輩、私がどうぞ。こいかな、これだろ。さあ、はい、じゃあそれは、これ見えるように変えてしましょうかね。じゃあ、はい、じゃじゃん。4分。4分、もう結構あるんじゃないですか。4分。4分ね。はいはいはい。次はお題を引いていただきますが、お題は我々に見せないでください。当てていただくんで。そうね。そうね。で、私たちだけで見て。おお。はい。オッケーオッケー。どれどれ。おお。いけるのではと。わし、そう、わしらだね。わしらの力を持ってわしらだね。いけるではないかと。やっぱそこにあるヘラは好きなように使っていただいて構いません。すげえ、超カラフル、ね、いろんな色あるんですか。いろんな色ある、すごいカラフル。見てみて、ほらほらほら、食レポみたいな。食レポ。はい、じゃあ準備よろしいかい。いいです。OK です。OK です。じゃあ参ります。よーい、スタート。さあ、さあ、さあ何色にしようか。これはね、でも俺はもう色のイメージはすごいしやすいかな。そうね。うん。そうですね。おかげさまで。保育園とか幼稚園の時って粘土でっかいイメージなかった。あったー。うん。すごいなんか手にいっぱいこんなのが。この粘土のこの。匂い、匂いかかるの。やめてやめて。え、嘘、匂い、なんかこの、なんか懐かしいんだよ、この匂いが懐かしいんだよ、もうすでに。じゃ小麦派だったんですね、粘土はきっと。小麦派だったかもしれない。小麦派って何、小麦派何派なんだよ。わかんない。最初にカラーバリエーションもね、ね、増えたよね。これだって、ね、そんなに、どうしようかな。ね、あれでリーズナブルな、あれだから。ちょっと待って、すっげえ思うんだけど、ゆうじさん、なんで今、粘土の上で粘土を切ったの？何か、ね、粘土オンザ粘土。何か、いや、別にいいんですよ。いいんですよ。いいんですけど、粘土の上で粘土切るって。斬新かなと思って。いや、もう斬新すぎて思わず突っ込んじゃった。ツイッターの方で写真載せさせていただきますんでね、よろしければツイッターの方ご覧いただければと思います。ね、投票を
もうね、もう、もう俺お二方、時間も気にしないとね。やばいかもしれない。ゆっくり忘れてた、やべえ。遊び心。やべえ、ちょっとおしゃべりに夢中になっちゃった。想像力と遊び心をね、兼ね備えたからさ、うん、ちょっと分かったのか。10秒前。え、ちょっと、うっそ、そっそ、そっそ、やべえ、ちょっと待って。いや、いけるいける。なんとなく、まあ、ゆずさんのなんか分かりそうな気がするけど、やっぱゆくちゃん、あー、時間ですね。はい、ストップ、手を置いて。あやべえ、余裕ぶっこいてた。待って、でもね、絶対みんな分かるって、これ。はい、はい、絶対。いや、ちょっと、もうちょっと見えやすくさ。ほら。この。やっぱね、遊び心を入れた結果ね。たらーん。ででーん。まあ、でも、どっちとも見たらもう。いや、分かるでしょ。分かる、分かる。分かるよ。配色的にユージさんの分かるけど、レプちゃんのがね、もう誰、独創的な、あのね、独創的だからね、こんな遊び心を入れた結果ね、この色合いで、すごい、ね、不思議の国さんだよね。そうちょっと天才だよね、この模様ね、この模様大事です、この模様がね。でもやっぱね、いやでもほら、分かるよ、ほらすげえ分かる。はい、はい、じゃあまずね、1回目で、1回目は、はい、1つ目はまずこれです。トウモロコシでした。いや見えるでしょ。え、完璧だよこれ。完璧じゃない。トウモロコシ、はい、ありがとうございました。さあ、では続きまして、私ヒッカルンとケイト君のダウンすごい発音が。で、参りたい、参ります、参ります、行くぜ。どうぞ。長くお願いしますね。行きまーす。頼む。神様、長めでお願いね。どうぞ。てーん。2分30秒。2分30秒。おい。で、最短じゃないですか。最短だと思いますか。いや、もっとやべえのがあるんだと思いますか。にはい、じゃあ次、お題の方引きます。お願いします。はい、はい、あー、まあでもいけるいけるいける、大丈夫大丈夫。あっ、これはもう 100% いける。でもこれさ、またヘラの出番が、確かに確かに、曲線か。はいはい、じゃあ参りましょうか。号令お願いします。いきまーす。はい、よーい、スタート。いやでもな、こういっちゃうよね。あ、そうっすね。こういっちゃうよね。あとはこれは、青。あ、今、イマジネーションが浮かびましたよ。イマジネーションまた、ダークマターも。やめて。そういう方向でもいいっちゃい。ちょ、今回はもう、誰が見てももうそれやん、答えやんっていうのをしますよ。あー、やばい。待って、あいつ耳あったっけ。え、あいつというのは、あいつだよ、あいつだよ、あいつだよ、わかんだよ。あ、わかったわかったわかった、あいつだよ。いや、今わかったけど、耳あるやろ。耳なんか耳しかなかろう。耳あるか。え、あとめっちゃ面白い。え、こっちがさ、わかるからさ、こっち見たとき、うん。やばい、集中しちゃうね。いやでも、いやいや、合ってる合ってる。いやでもほら、2分半だから、2分半だから。え、2分半ってことはもう時間そうそうやばくない。そうでしょうね。ね、あ、30秒ですからね。さっきさ命を吹き込むぜ、ね、2分半ですからね。2分半なんですよ。そうなんですよ、いや、ね、これ難しい。あれ、いける？この粘土臭い。はーい、10秒前でーす。10秒前だよ。10秒前ですよ。でもこれ下手に、あ、いや。3、2、1、ピー。終わりー。どうでしょう。うわ。待って待って、いい、魂どっかに飛んでこれ。魂抜けとー。
いんじゃないですか、僕。え、ちょっといいぞ、絶対わかるで。映りました。どうだろう、わかるかな。急に乙女になる。ゾウでーす。ゾウでーす。エレファントでした。でした。ちなみに僕のはオスでした。また。なんだ。ちゃんと考えてたんだね。メスともオスとも言えちゃう。魂がさ。違うんだって、こっから、こっからね、うん、白いのやった後に黒目をつける予定だったんで、うんうん、もうちょっとファンシーになるはずだったんで、どこかも命が吹き込むはずだったんです。どこかに行ってらっしゃる。どこかに飛んでますけれども。あのそのうちきっと帰ってきてくれると信じて、じゃあ我々のターンは終了でございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。時をお引きください、はい、じゃあ時は任せるよ。時を来い、さあ来い。なんで早引き、早引き、はい、早引かせてくれ。もう出てる。なんで俺今何切り出したんだ俺は。いきますよ、どうぞ。時を、はい、リリース。じゃじゃん。はい、いかがでしょう。3分。いや、さっきよりも短い。どうぞ。じゃあ行きます。これだ、これだ。おー、なるほど。このね、あの、え、お次のお題っていうのがね、まあ、ケイト君がね、わかるかわかんないかっていうのもちょっとわかんないんだけど、はい、まあ、頑張っていただきたいと思います。じゃあサクサクいきたいと思います。よろしいですか、3分と3分、はいはい、よーい、スタート。え、これちょっとね、俺無駄話してる余裕がないよ、これ。そんな難しいの。じゃあちょっと我々でね、あの話ししながらお邪魔でもします。赤と黒を混ぜて、お新しい色を生み出す。そマジ想像力。マジ茶色ぐらいにしかならない。すげえな、冒険してきたな。ちょっと待って。想像力。でも大体黒が勝つと思うんだよね。本当ですね。私がしてるから。ダークマターっていう感じしかしない。待って、汚いぞ。ただ汚いぞ。これさ、やっぱあれか、あれをイメージするしかねえな、やっぱな。これ当てる側もちょっと難しいか。これね、ハイレベルだよ、これかなり。ハイレベルのお題来たよ。赤と黒とオレンジ混ぜ始めた、そのこれはやめよう。私、あの今ゆうさんが作ってるやつがすごい、あの某あれにしか見えないんだけど、これ何か似せてますかね。え、あれ、僕、俺だ。ちょっと待ってね。ケイト君は何を作っているの、それは。すごいよ。あの最初のダークマターを捨てました。何が出来上がるの？思った色と違いました。何作ってるのって感じな時点でもう多分。いや、なんで器から今ちょっとな、色合いを大事にした。これ、それ、あ、使います。はい、どうぞ。あー、なるほどね。あー、なるほどね。これワンチャン合作できると。合作共同。俺何も、何もさ、今打ち合わせもしてないのに、この、いや、すごい、このチームワークよ。あ、10秒前で。なに、いや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 、待って、そう、で、続きなったけど、あっ、お時間です。はい、はい、はい。あ、でも、うん、2人に合わせれば、なんちゃらってやつだね。ね、今僕作ってたのこんなですね、はい、はいはい、こんなです。はい、これはね、あ、でもカメラ越しだと見えるぞ。ちょっとワンチャン見えるんじゃない、この距離感いいかも。歌に合わせてでこんな感じで、イエーイ、イエーイ。これいいんじゃない、これ意外とあれだったんじゃない、これ、これちょっとシンパシー。で、我々の作品こちらでした。でした。はい、これを見て皆さん何を想像するかちょっとね、皆さんの想像にお任せします。はい、信じてるぜ。信じてる。節分、節分、節分、うまい。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、タイムをじゃあ引いていただきましょうかね。さっきお題引いたよね。お題引きました。はい、じゃあ引きます。タイムをどうぞ。いや、怖いな。え、待って、これだってめっちゃ少なかったらどうしよう。いや、あり、あり得るよ。3分半。うおー、微妙ラインきたー。じゃあ続きまして、お題をね、じゃあ行きましょうか。
どうするよ。いや、どうしよう。あじゃあ、とりあえず、はい、やってみましょうか。頑張ります。はい。じゃあ、ケイタ君大丈夫？はい。タイムキーパーよろしいですか？いきますよ。はい。よっ、スタート。あー、怖い。いや、これはもうなんかもう遊んでる余裕がない。やばいもん。あれ、両者、あれ、ちょっと暗い色と明るい色、そういじってますけど、あー、まあ、でも安全だと思うよ、私。いや、これはちょっとなあ。でも色は多いな、レプちゃん。頑張る。これは頑張るしかない。え、現時点ではもう何してるんだ、やばいやばい。いや、はい、いけるいける、ほら、いけるいけるって。ほら、はあ、いけそうじゃない。ほら、まあ、いけそうな気はするかな。あれ、ヒッカルさん、これはちょっと待って、ちょっと待って、これは一体逆にない方がいいのかな。魔敵。いや、違うんだよ、魔敵じゃないんだよ。魔敵多分ね、あのレンちゃんのそれに合わせればいける。あ、分かった。え、じゃあ私あえてそれを作らない方がいいのかな。伝わってくれた。あえて今それを作らずに行った方がね。いや、それは何、なんかあれだよね、あの、もうチューイングガムみたいな。分かった、じゃあ私もうこれ平面で。いや、でもそしたら色しくったな、色しくったな。いや、残り10秒。やべやべやべ。いや、もうこれはもう諦め。諦め。文字を諦め。ちょっと待って、目玉つけとこう。終了。文字途中で終わったわ。それ一番ね、あの、文字途中なんですけどね、何か文字を形成しようとした努力だけは認めてほしい。一番やばい。ほら、見えんのかな、それ。ほらほら、わかるわかる。で、こうすれば、いや、素晴らしい。ほら、ちょっとでかかったけど、どうだ。分かった。で、これ以上あの中行っちゃうとポッと行っちゃうのかな。とりあえず駅伝です。駅伝です。それを加味して、加味して、こちらをほらこうする、こうしますと、あ、逆に逆に、ね、こうしますと、これ分かります？どうです、いかがです？ちょっと頑張ったと思う。まあ、ちょっとユニフォームの色とね、助けの色違うから、どこやねんって話なんですけど、うん、まあ、イメージ伝わるのがいいかなって。ちなみに文字は何と入れる予定だったんですか？学校って入れようと思ったの。ああ、学校の、学のこのつの部分で、学校ね、っていう部分で。はい、ありがとうございました。またくさんの方に、回答をいただきまして、とても感謝しております。皆様本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、この動画が配信された時にはすでに回答は締め切らせていただいておりますが、どういった問いだったのか気になる方はぜひ遊ぶの公式ツイッターの方をご覧ください。ご覧ください。投票の方でパーセンテージも出ているということで、はい、こちらはパーセンテージです、ね、そうですね、本来だったら、まあ、投票結果と、実際のお題が相違していた場合は罰ゲームということだったんですが、当たっちゃったんでちょっとやり方変えます。はい、はい、で、ツイッターの投票の方で、まあ、各なんだ選択肢の方で投票したパーセンテージが出るようになってますので、ちょっとルールを変えて、そのパーセンテージが一番低かったペアに罰ゲームを受けていただきます。怖い怖いね。そうだね。あと一番、まあ、正解トウモロコシですけれども、トウモロコシが 68%、そして問い2、まあ、ゾウですね、は、62%、 そして問い3、節分 79%、はい、で、4問目が駅伝 48%、はい、です。え、です。ね、さて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 、はい、じゃあ。
までありますけれども、まあ、数字だけで見れば先ほど言った通り一番低いペアが罰ゲームを受ける形になります、はい、じゃあこの中で一番少ないのは誰だ？誰だ？これだ。はい、これだ、これだ、これだ、48% になります。はい、じゃあ駅伝 48% 作った人誰だ？おーれだ。はい、マジか。え、マジか。これゲスト陣意外と頑張った。これ頑張りましたね。全然俺らありえるなと思う。これまさかのあのゲストを差し置いて主催2人が罰ゲームを受けるという結果になりました。遊ぶ終了となります。皆様のご視聴